はい、こちら2011年モデルダッチチャージャー V6 3.6 リッター SE です。以前、ノーマルで、掲載の方させていただきましたけれども、当社にて22インチのアルミとローダウンをさせていただきましたので、外回りの動画を撮り直しいたしました。ぜひご覧ください。それ以外のところはノーマルの状態になってます。またさらにですね、エアロ等のカスタムも検討しています。アルミホイールですが、22インチのクロームタイプを前後採用しています。純正の SRT8 のダッチチャレンジャーのデザインをですね、生かした当社オリジナルのホイールです。もちろんホイール、タイヤともに新品になっています。ボディのオレンジメタリックがこのメッキのホイールをすごく際立たせています。なかなか他店様にはない仕様になっているのではないでしょうか。はい、後ろからのアングルです。ローダウン具合も下げすぎず上がりすぎずで、程よい、ちょうどいいバランスで、調整されています。ノーマルと画像を比較していただいていかがでしょうか。足回りが変わるだけでこのだけ印象が変わります。やはりダッチチャージャーにはこちらぐらいのカスタムは最低限行ってもいいのではないでしょうか。